株式会社 FM 徳島は徳島県を放送対象地域として超短波放送を実施する特定地上機関放送事業者である。愛称は FM 徳島、コールサインはジョンブ FMJFN 加盟局。1992年4月1日、全国37番目の民放 FM 局として開局した。徳島県では1952年の四国。 放送開局以来40年ぶりの新曲の開局となった。月曜を除き5時を起点とした24時間放送。ただし日曜深夜引く月曜早朝1時4時は放送を休止している。近年ではアーティストのライブ誘致に積極的で数多くのネクストブレイクアーティストの誘致に成功している。主にゴールデンウィークに行われる はナハルフェスタの無料野外ライブや地元のアミコシベックセンターホールの無料ライブを主催している。また、地元出身のアンジェラ・アキのほか、同じく地元出身の女性アーティストグループ、チャットモンチーにも力を入れている。また、ライブイベントは、後日、当局のスペシャルプログラムとして放送されることもある。開局当時から共通のステーションコンセプトは、ファッションウェーブであり、 つぼねが配布するステッカーにも記載されているが、25周年を迎えた2017年からは新たに、事業テーマに、ライド ON も制定。これらを合わせて、ライド ON パッションウェーブをコンセプトにしている。ラジコは2020年4月15日以降、唯一参加していない県域ラジオ局となっていたが、同年9月1日に配信を開始した。 郵便番号一1 0 2 0 0八三東京都、千代田区麹町一丁目八番地、JFN センター七階徳島県域局だが、和歌山県と大阪府南部、兵庫県南部の沿岸部や淡路島、香川県、広島県、高知県の一部でも受信可能である。特に放送対象区域外の和歌山県では、県域民放 FM 局がなく、かつ地理的に受信が容易なため、 FM 徳島のリスナーが存在する。一方で、県内でも NHKFM 放送の中継局を有する内陸部の新山、阿波、三間、勝浦、和時期、上勝、東岩山、一部、一湯気流で当局の中継局がないため、これらの地域で聴取困難、または聴取不可となっている。なお現在はこれらの聞けないエリアでも、ラジコで聴取可能になった。 企業、団体の名称、個人の肩書きは、当時のもの。出展、1992年3月31日2003年3月31日、現所属局が判明している穴は括弧内で表記。自社制作番組は太字。平日週末特別番組。ありがとうございます。